オレガノは、ヒソカの多年草。ヨーロッパの地中海沿岸地方が原産。香辛料として使われる。和名は、花八花。マジョラムの禁煙種であり、別名ワイルドマジョラムや、コモンマジョラムとも呼ばれ、マヨラナに似ている。また、中国植物名を、牛意至るという。講義には、オーコンアクトムやオーマヨーラム、干渉用のオーローチューンデフォリアム、オープルケリム、主観雑種など、 オリガヌム属全般を指す。属名のオリガヌムはギリシャ語で山の喜びを意味する。ワミオの花八花は初夏に淡紅に紫色の小花を半球状に咲かせて目立つところから名付けられた。地中海沿岸の原産と言われる多年草。ヨーロッパから南西アジア、ヒマラヤ、中国、台湾にまで分布する。大半は地中海沿岸地域で育ち、アメリカ北東部にも自生する。 日本には、江戸時代末期にト来したが、野生ではほとんど自生していない。香辛料にし、また干渉用のために栽培されることもあり、栽培地は、ギリシア、トルコ、イタリア、フランス、ポルトガルなど地中海沿岸のほか、メキシコ、ドミニカなど北米でも広く栽培されている。種子から発芽して2年目に、高さは30から60センチメートルになる。茎は、 四角く多少地際を張って直立し、枝は枯れしていて、かつ毛深い。葉は大ね卵型で、長さ1.5センチメートル。表面が滑らかなものと毛が生えたものに分かれる。夏から秋にかけて、茎の先端に水状になって直径4から7ミリメートルの紫を帯びた、アワベ紅色の花を多数咲かせる。褐色は多くの品種ではピンクだが、一部の品種では白色。生育には、 やや乾燥気味の気候が適する、園芸植物としても好まれる。花八家族の中では最も認知度の高い種で、精油の成分の一つに、カルバクロールという化合物があり、小脳に似た特有の香りを発する、植物そのものよりも発する香りをオレガノと呼称することが多い。花がついた形容には、精油0.2から0.4%を含む、昔のイギリスでは、 腹部を温め、吐き気や船酔いに効果があるとして、オレガノ茶としてアインされていた。オレガノを材料とした茶は消化の促進を助けると考えられ、古くは薬屋の棚に陳列されていることも多かった。最近では主に干渉用か香辛料として用いられている。歯には良い香りとほろ苦い清涼感があるため、生もしくは乾燥させて、香辛料として使われる。 商用よりも乾燥させた方が香りが立ち、トマトやチーズと相性が良い。主にイタリア料理、メキシコ料理などで使われる。メキシコ料理によく使われるチリパウダーに不可欠で、イタリア料理のピッツァにも欠かせないスパイスであり、俗にピザスパイスと呼ばれるものはオレガノが主成分であることが多い。花はポプリの材料として利用される。スウェーデン産地の農民が酸味を防ぎ、 アルコール度を高めるために、エールにオレガノを付加したという記述が、ジョン・ライトフットの手記に記されている。小薬名はオレガノ、または、コーという、民間薬として、工夫薬、神経性の頭痛薬として利用されるほか、防腐、競争、権威成長、精神安定、生理痛や、風邪、インフルエンザなど呼吸器系治療薬として用いられた。 妊娠中の妊婦への服用は禁忌とされている。現在は薬用として用いられることはほとんどない。翌頭量として用いれば血行を抑止、冷え症、肌荒れ防止に役立つと考えられている。かつて、オレガノはデザイナーフーズ計画のピラミッドで三軍に属しており、三軍の中でも発火、キュウリ、タイム、朝月と共に三軍の注意に属するが、 癌予防効果のああるる食材であると位置づけられていた日本では、種苗は、園芸店などで入手できる。種まきは4から5月頃か、9から10月頃で、種子が隠れるほどの土をかけて水やりすると、発芽する。発芽後に間引きを行って、株を作り、1ヶ月後に株同士の間隔を空けて定食が行われる。定食後は、日当たりの良い環境で育て、 土が乾かないように水やりが必要となる。一年後は葉を摘むくらいにして、二年目からは茎の3分のを残して刈り取り、影干しして利用される。ありがとうございます。